今日はですね、和食です、この奥さん若鶏、B 級グルメのあれですね、山梨で私も好きなの 山梨の鶏もつ煮を今日は作りたいと思って、この鶏のもつ、それから、まあ付け合わせというかね、今日は舞茸があったら舞茸もちょっと入れようかと思います。でこれはまあ彩りで、シシトウとあと生姜を使います。で調味料は醤油、みりん、酒、まあ、砂糖ですね。であと食べるときに七味唐辛子、山椒の実なんかを使っていきます。まずこれをね洗って、血を抜いていかなきゃいけない。それをやっていきたいと思います。これ2種類入ってて、これ普通のまあいわゆるレバーと、これあれですよ、ハツ、心臓ですね。これ心臓の方はこれ半分に切って、この中にこの血のドロドロがあって、これを洗っていきます、ね、これでこれで水で塩水につけて洗っていきます。でこっちの方はこのちょうどいい大きさに切って、この白い部分は取っちゃいます。それで一口の大きさに、白いところはいらないと、という感じ でこれはまたこのね半分で、ここはもうほじく出してって感じで、はい、という感じです。はい、もつですけども準備です。まあ、こうやってたですね、水で何回か洗います。塩水がいい、塩水でこうやって、これもう何回洗ってるんですけども、このようにして、で、もう立ちますと、ぐる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 動きますと、この赤いこう血の部分がね取れるんですね。なのでこれを何回も繰り返して、洗って臭みが出ないようにすると。でこちらの方でこれ、今回醤油、みりん、酒を、醤油、みりん、砂糖だ、大さじ2ずつねやってみました。でこれは生姜のみじん切りで、これを今からここでこれをこう煮詰めていくんですね。で付け合わせのこれね、シシトウ付け合わせをこれ焼きながら、ちょっとやっていこうと思います。はい、さっきのこの醤油その他をこう火にかけてちょっと煮詰めます。でそこにですね生姜も入れて、スマッチですね、こんな感じにこうしたらもつをそのまま入れちゃいます。入れて、蓋をする。で、この時に焦がさないようにね、ちょっと気をつけないといけないんですけども、結構つくります。こんな感じでもうできますよ、いきますので、何つまろして、でこの泡が出る感じ、こんな感じですね。焦げないようにギリギリのところを攻めるんですね。あと手早くやった方がいいんですけども、ここにちょっとこうとろみが出るようにいったらですね、本当はこれだけなんですけども、今日これに舞茸入れちゃいます。どうなるかわかんないですけど。
はい、こんな感じで水分がなくなったら完成です。はい、ということで、甲府の名物の鶏もつ煮に舞茸の入ったやつできました。これからですね、もう結構遅い時間なんですけど、ご飯を食べたいと思います。これはみょうがと、なんだ、トマト、ごま豆腐、漬物とかね、で、ご飯を食べます。これ、完成です。